お大琴氏、仮メ無垢メとピピー。ピピー。お疲れ様です。すいません。まだ本社会議なんで、今日はノーベットでお願いしますということで。お疲れ様です。まあ、サラリーマンの残酷な。残酷なテーゼ。まあ、残酷ではないというか、まあ、しょうがないですよね。うん、しょうがない。そう、まあ、僕も十年以上会社に泊まり込みしましたけども。 まあこれねちょっとまあ裏話すると以前その会社働いてたあと一番1年目かなまあ、泊まり込みでやりますって入ったわけなんですけどまあ、やっぱ僕も人間ですから毎日朝9時から朝5時までこの生活はねやっぱきつかったですよねで9時5時はきついですね朝9時から朝5時どうですか睡眠4時間なんで まあまあ、毎日さすがに朝5時までっていうことはないですけどうん大体まあまあ平均アベレージは深夜2時1時かなでひどい時は5時ですかねまあそんな生活しててこれはちょっと抜け出したいなーっていうとこでまああのー、とあるですねあの <laughs> こっそりあの塾に入ったんですけど でこっそり他の塾に入りまして、まあ、やったんですけど、まあ、その仕事終わってから2時まあ1 2時1時ですよとか3時とかそうです夜中3時とか2時からやるんでまあきついですねまあその時携帯アフリエイトね携帯アフリエイトでピンとくる人はピンすごいーだと思うんですけど携帯アフリエイトのねあの蝶々が舞うさんの第1期もう本当に第1期ですねそれ入ったんですけど まあ結局できだからそこの,その携帯アフリートやるためにガラケーもね当時ガラケーだったんですけどガラケーもまた新調してよしやるぞってやったんですけどまあできないですね挫折ですねで挫,挫折した結果僕はあ無理だなと夜中3時からこれやるの無理だぞと思ってもう仕事頑張ろうっていう <laughs> だから30万払って結局仕事頑張ろうという <laughs> 仕事に集中するっていう思い出があるんですけど さすすがに無理ですねそっからやるっていうのは僕も結構マインドとかある方ですけどもう仕事でクタクタで夜中2時3時からやるっていうのはあちょっと無理ですねでもまあそこでまあ諦めて仕事に集中したっていうこともまあ逆に良かったのかなまあ無理だなっていう諦めるっていうことも大事だなっていうのはねすごく感じましたねうん。 だからね、ブックメーカーも無理にやらないってことですよ。うん、あまあ、今日は無理だなと思ったら諦めるってことも大事かなと思いますね。はい。ということで、終わりまーす。